っとベッド買おうかなと思いました。ベッド。さあ並んで。睡眠の質上げるから。ここから始まってるよもう。ほらほらほら。痛すぎて泣いた。ベッド。はい。はい。これ撮ってるもん。いや全然撮ってないまだ。あどうす。うわ、ここにフィットする感じ懐かしい。いや、クソ暑いでマジでこれ。ここのスペースにいたら前世の記憶が蘇ってきた今。あれもしかしたら現実世界と幻想世界みたいなやつ。いや、幻想世界の今ロボットになったわ今俺。僕は弱いみたいな。ここは誰もいなくなってしまった世界。机来たの。リプレしたの。リプレしたの。ビデオ、映像院ビルトインスタビライザー働いてるなこの空間。ちょっと科学の自動安定装置ね。知らんけど、もう何言葉しか知らんけど。あれです。僕でもあれなんですよね、デンガンさんが夢でツイッターで50万のメガネ買ってる夢見たんですよね。ツイッターでも金使いたいんかお前。でそれ寝て起きたらその記憶が、ね、残ってらせいで、デンガンさん50万のメガネ買ったって記憶が残ってて、でツイッターしたらメガネ50万ってそうなくない。いやそうないんですよ。あれこれそんなすごいの買ったんかなって思ったらそんな記憶なくて。あれってなりましたもん。お前、いやお前それ自粛疲れちゃうお前。それお前でもさほんまに金使わんかったな俺この2ヶ月ぐらい。マジですか。何買った。これが増えました。これが。それ何それ。出た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 。お前自粛中に変わってんじゃねえよちょっと。お前いやネットなんで、ネットなんで大丈夫ですこれ。すごいなお前。3つで何ぼらいすんの。言いたくないです。これとかヤバそう。それ言いたくないレベルな。いや言いたくないレベルじゃないんですけど、ちょっとやっぱあの親に見られてやっぱあれなんで、うん、ああそういうこと。はい。背景すんくんのご家族の皆様へ。彼は今ひっそりと YouTube ドリームを掴んでいます。でもしっかり確定申告をして税を納めています。ただ最近はもう少し睡眠を納められた方が良いかと思います。ケイグチップスとラッコステル対応してますよ。阪神タイガース。阪神タイガースちょっとあれされてるからさ俺今。いやでもやばない。てか何さ半分だけ来るのそれ。ええ、うん、これこれうまい。これこれ、うん、そんなにかでも。背景視聴者の皆様へ。会話のテンションが感情を失った老人のような感じになっていますが平常運転です。結構気に入ってるの。背伸びしない今の私ね、ほろよい。めっちゃ似てないですか。あ、そうめっちゃまたやんやらすやん。まあじゃあやるか。そうそうやるか。やろう。今日からみんなで撮影。僕たちせーの始めるよ。よいしょ。はい、ということで緊急事態宣言が、まあ、解除されたということでですね、はい、まあ、それに伴って、ついに私たちもですねリモート解禁じゃなくてリモートリモート解禁したリモート閉会リモート閉会リモート閉会ミーガチャーンって感じでね、はいはい、これからね、まあ、またみんなで撮っていこうと思うんですけれどもですね、はい、オフィス解禁って言ってもですね最初からねこうもう何事もなかったかのように、まあ、やるのもねもちろんまあ継続して気をつけないといけないんで、うわ完全に解除だみたいな感じにはねぜひ皆さんもならないですね。不要不急のものはねなるべく避けるというのはまあ僕らもそれは同意ですけど、撮影というものだけは会おうと、まあ一旦一つね区切りと区切りということで我々も一応ちょっと撮影をね解禁させてもらおうかなと思いますと。はい、ということで皆さんご視聴ありがとうございました。バイバーイ。さよならー。